した。ニュー。どうものりごとうです。本日3月23日10時50分。楽しみに待っておりました新型カメラ A7III がね、到着したんで早速開封していきたいと思います。やっと来た、やっと。デュアルスロットがね、いいですね。毎回ね、これほんといらないなと思ってすぐ取り外すね、このガチャガチャ。ということでちょっとだけね時間ができたんで設定もねそこそこですけれども桜をちょっとね撮りに行きたいと思います。 A7III でね早速出発です。ただいま9時20分 A7III 高感度体制がね非常にいいということで ISO 感度上げてもノイズレスな撮影ができるということなのでちょっとね夜の撮影に出かけてみたいなと思います。シュッ、あ、これ違う、今スタンディング作業をねしておりました。よし出発。はい、ということで1日ね、あまり何も考えずに A7III で撮ってみました。やっぱり一番は高感度のノイズの少なさ。今使ってるこのカメラ、α6500 の ISO 感度3200が、7-3 の12800ぐらいとね、対等な感覚。今日撮ってみた感覚だとそんな感覚でございます。積極的に ISO 感度ね、上げていっても大丈夫なのかなというところで非常にね、暗いところの撮影なんかもね、これからちょっと色々とやっていきたいなと思いました。あとは写真の設定で、ロープラスエクストラファインのね、設定ができるようになってたのもね、何気に嬉しかった。
ったです。それとアルファ6500からの乗り換えなので、カスタムボタンがね増えたこともまたいろいろとね使いやすくなったなと思います。届いた初日ということで、まあそんなところなあなあでね、なんとなく撮ってみただけなのでそんなところですけれども、またこれからバシバシ使い倒していきたいなと思う。非常に写真も動画もバランスの取れたいいカメラだなと、価格的にも納得感のあるね、満足感のある値付けなのかなと思いました。あと新しいバッテリーの持ちだったりオートフォーカスだったりはね全然触ってないんですけれども、これからね使うのが楽しみなカメラが到着いたしました。あとは関係ないところで長時間露光のね車のライトの撮影もしてみたんですけれども、車のライトが伸びたね面白い撮影ができるんで、これからちょっと勉強してね撮ってみたいなと思いました。一点気になるのは α6500 をね使ってても気になってたんですけれども、動画と写真両方交互にね使う人にとってはピクチャープロファイルの設定がね動画モードで設定していたものを写真モードでも引き継いでしまうので、そこをね別々に分けられるといいかなと。撮影モードの登録をしておけばいい話ですけれども、ちょっとねそこら辺がね気になるところです。もう僕みたいなライトユーザーにとってはね十分満足感の高い万能のビデオ&カメラだなと思いました。写真も動画も撮りたいというね僕にとっては非常にいいカメラだと思いました。満足感がね高いカメラ、これからバシバシと使っていきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。